はい、皆さんこんにちは、川本です。今回も引き続き棚田カフェイニミニマニモ代表であります友松さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画ではですね、このお店のコンセプトについてお話をいただきたいと思うんですけど、例えばメニューだったりとか、あとはこの建物空間だったりとか、そういったところについて伺いたいなと思うんですけども、まずメニュー、まあ、すごいおしゃれなメニュー考えられてるじゃないですか。これどういうコンセプトで考えていったんですか？まず考えるにあたって、パッパッ棚田なので米ですね、うん、米をまず美味しい米を出したいっていうのがあったので、そのお米と秋田町でできる、うん、まあ、農業いっぱいやってる方いるので、その野菜とか果物ですね、うんうん、旬のものをセットにした、まあ、料理を出したいなと思いましたね。はい、はすごい、もう本当にさっき食べさせていただいたんですけど美味しかったんですけども、この、まあ、料理ってもともと料理とかって結構やってたんですか？もともとは本当に自分が、まあ、自炊をするぐらいだったんですけど、そうなんですか。本格的にやるにあたっては、はい、広島市内のカフェでバイトをして、はい、勉強しました。はい、実際に働きに行こうみたいな感じになったってことですか？もうやるってなったんで。そうですね、やろうってなったので、うん、まあ、そのお店の人にも自分でやりたいっていうことを言って、全部ですね、一から料理だけじゃなくて、うん、お客さんとのこう接し方とか、うん、会計の仕方とか、あ、実際にオペレーションの部分も。そうですね、はい、うん、やりました。へえ、すごいですね。実際にそういったところで学んだ期間ってどれぐらいだったんですか？それは半年ぐらいですかね、うんうんうん、はい、半年ぐらい、まあ、やってって、本当僕このお話聞いてるとですね、本当トマトさんってすごい勉強熱心で、もう本当に吸収する意識が素晴らしいんですけど、何なんですかその姿勢というか。何なんですけど、変なんですけども。まあ自分が好きっていうのももちろん、はい、はい、でも料理が好きなんですか？料理も好きですね。お菓子作ったりとかも好きですし、盛り付けとかですね。あ、盛り付け、はい、デザイン的なの好きなので、はい、そこも通じるところがあって好きですかね。でも日頃からやっぱりその、まあ、そのバイトの期間、まあ、修行の期間が終わっても、はい、いろんな飲食店さんとかに行ったら気づくことって増えていったりするんですかね？そういうのやったら。そうですね、もう行ったらどういうところが自分のお店と違うとか、うん、ここはいいなっていう思うところが、まあ、本当小さいことでもあるので、うんうんうん、はい、それ取り入れますね、はい、はあはあはあ、やっぱりそういった観察眼っていうのはやっぱそういった商売においてすごいやっぱ大切なんですかね。そうですね、と思います。うん、はい、やっぱり日頃からやってる部分でもあると思うんですけど、料理をやったりするわけでこの店はこんなものをやってるなとか、この店ってこんなところが面白いなとか、そういったところを気づくっていうことをやっていくと自分のビジネスに置き換えていけるっていうことがあるってことですね。はい、なるほど。そして次コンセプト2つ目、この建物なんですよ。新築なんですもんね。そうですね、はい、いろんなところにこう随所にあるんですけれども、ここはどういう思いで作ってたんですか？ここはやっぱり自然の中なので、うん、まあ、木材とかですね使ったような、うん、ちょっと温かみのあるような空間にしたいなって、うん、はい、はあはあ、思ってやりました。インテリアとかはなんかどういう基準で選んだりするんですか？なんかあそこにあるですね、まあ、あの後でもここに来た方には見ていただきたいんですけど、時計とかすごいおしゃれだと思うんですけども、やっぱりこう手作りのものとか、うん、ちょっと木材っていうか、そういうナチュラル系のものとかですね、うん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 、はい、そういうのを使って、はい、なるほど、置いてます。このフローリングもなんかあれですよね？そうですね、フローリングも自分たちで協力して、はい、貼りました。協力してって誰が協力してくれたんですか？オープンする前に広島の大学の学生さんが一緒に。学生？はい、すごいですね。そうですね。学生さんどうやって巻き込んでったんです？それはもともとこう院の棚田で一緒にイベントとかを手伝ってくれた学生さんがいて、はははは、まあ、そういうところから呼びかけたりとか。なるほど、はい、なるほど。過去にそういったイベントが結構いろいろあったっていうことですね。はいはい、そういったつながりも、まあ、実際にあった中で実際にこういったこうフローリングも手作りで作っていこうみたいな、はいはい、そんな感じだったってことですね。どうですか、お客さん来てくださるお客さんの反応というか、この空間。そうですね、まあ
まあ、自分が言うのは、まあ、おしゃれとか言ってくれる人もいますけど。おしゃれですよ本当。そうですかね、うん、メニューもすごいこだわりがあるし、はい、この居心地のいい空間だし、あのコーヒーとかもまあ立てていただけるんで、すごいやっぱこう長くいたいような空間だなっていうのをすごく感じます。そして次この名前ですよ。イニミニマニモ、この名前を作った経緯というか、その部分ってどういうふうに考えていったんですかね。もともとこの地域に家同じ名字の方が多いので。同じ名字どういうことですか。例えば小笠原とか。あ、普通にそういう名字が はい、あのもうみんな同じような名字が多いので、はい、それだとちょっと区別ができないので、はあ、屋号っていう家についてるあだ名みたいなのが、うん、家についてるあだ名って、どういうことですか。例えば例えば今名屋とか。今名屋とか、はい、ここは山田屋っていうのが、はあはあはあはい、ついてたんですけど、この昔あった家にはですね、なるほどね、その屋号をまあ使おうかなとは思ってたんですけど、うんうん、やっぱりこう地域以外の観光の人とかからすると、うん、ちょっとこうあんまり印象に残らないというか、ああ山田屋ってなってたらなんかちょっと何かなみたいな、うんですね、あれなんだろうこれみたいな感じですよね、うん、で自分のちょっとおしゃれ感もちょっと出せないなって、おしゃれ感ね、はい、と思ったので、はい、はい、まあ、なんか何だろうこれっていうちょっと興味を持ってもらうようなうんうんうん、うん、名前にしようかなと思ってこの名前つけました、うん、なるほどね、まあ、棚田カフェってついてるから分かるだろうみたいな、そうですね、ところです、はい、でもこの名前でもイニミニマニモってこれ僕は聞いたことがなかったんですけども、これはどういう、これはですね、日本の数え歌ですね、どちらにしようかな天の神様の言う通りっていう、はい、あの歌があるんですけど、うん、それの英語にイニミニマイニモっていう、うん、最初の出だしにそういう歌詞が始まる歌があって、はははは、それに最初、まあ、イニっていう最初についてるので、うん、まあ、この場所と同じイニのあるこのイニミニマニモに、はいはいはい、決めたっていう感じですね。なるほどね、このイニっていう言葉があるから、はい、もうそこでダジャレ的に決めたような。そうですね、そしたらおしゃれ感的にはどうだったんですか、自分の心の中のおしゃれ感。それはあのクリア、あクリアしたんですね。やっぱりね、あのおしゃれじゃないとっていうところはあって、この、ま、あの実際に名前で、はい、まあ、僕自身もこのイニミニマニモってもう何回も何回も言ったので、やっぱ頭の中に残っちゃいましたもん、ね、それぐらいやっぱり印象に残って口コミでもらいたいっていう思いもあった。なんか地域のおばちゃんとかおじちゃんとかはなんかどういうふうにおっしゃるんですか。変なお店のとかってさっきおっしゃったんですけど、全然間違えたりもします。あ、そうなんですか。イニモニとか適当な、あ、なるほどね、はい、感じになるんですけど、うん、まあでもあのもうここにこの場所があるっていうのは分かってるので、うんうんうん、そこはあんまりあの正すっていうよりも、はいはい、それはそれでいいって思ってやってる。なるほど、なるほど、はい、まあでもそうなんだっけって思い出してもらえるような、ある意味でブランドってそういった思い出してもらうような存在になるっていう、まあ、価値作りっていうのもあると思うので、はい、あえて読みにくくちょっと分かりにくいでもおしゃれで面白いって思ってもらえるような名前をつけたっていうことですね、はい、であとちょっと僕一個聞いてみたいなと思ってるんですけど、このロゴ、この実際にこのお米のこういったマークがあったりとか、こういった形、はいはい、これはどういう発想で生まれたんですかね。これは、僕が考えたんじゃなくて、はい、あの秋田町じゃないんですけど、うん、広島県のデザイナーの方に、個人でやってる方に依頼して、自分の、うん、まあ、イメージを伝えて作ってもらったんですけど、うんうん、自分のイメージはちょっと流行りのデザインだったんですけど、それとはもうあえて違うものを出してきてくださって、あのこの、まあ、田んぼの形と、まあ、稲ですね、はいはいはい、っていうのでこうイメージ提案してくださったので、これに、はい、採用した。何案ぐらいあったんですか。それは3案あったんですけど、これに掘り込んだっていう。そうですね、やっぱあの僕の思いっていうよりも、そのデザイナーさんがもうこれがいいんですっていうふうな思いも語ってくれて、僕もこれが気に入ったので、はい、そこれに決めました、まあ、ロゴとかってね、ある意味で言うとなんか自分の分身作るようなもんですから ね、はい、あのこの友松さんのおしゃれ感がこうグッときて、これにしようっていうふうに
思ったっていうことです、ね、そうですね今日今回お話しいただいたのは、まあ、ある意味で言うとコンセプトだと思うんですけども、やっぱりこう自分自身が、まあ、ある意味で言うと初めの1本目の動画とも同じところはあると思うんですけども、ストーリーをしっかりと深掘りをしていって自分の思いをこういったロゴ形にするっていうところもそうだし、この空間にするっていうところもそうだし、それをメニューに落とし込むっていうところもそうだと思うんですけど、なんかすごく一本何か筋が通ったようななんか物語を感じるような事業だなっていうふうに思いました。ぜひですね、起業を考えたりとか何かチャレンジをしたいって思っていたらですね、このコンセプト作りっていうのをぜひ意識してやっていただければありがたいです。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。